じゃあみんな、30代ぐらいですか、30代か20代だと思うんですけど、まあ何歳になっても、僕はね、墓の中に入っても夢を諦めずに目標を持って生きればね、この前向きに生きれると信じているので、そんな一曲を叫べよ。行けば母親がハサミを投げてどこに行けばいいんだ、職場に行ったらパワハラで、皆さんもパワハラしてる側かもしれませんが、でもね、僕のね、ファンだけはね、ファンというかね、こういうつながりの中だけで、この青い世界みたいなね、このつながりをこの枠の中でね守っていきたいなと思って作った曲ですね。何時までだっけ？何時までだっけ？お待ちください。9
9時20分です。あ、やべ、急いでやります。大丈夫です。魔法の言葉教えるよ、ここにいるだけでいいんだよ。やたかくなる言葉教えるよ、ここにいるだけでyou